みにこの部屋では食べ物を食べちゃダメです。飲み物もダメ、タバコもダメですよ。フラッシュ撮影もダメ、驚いちゃうからね。サンキューみんな。さあ子供も大人もみんな一緒にクラッシュを迎えましょう。おーい、クラッシュ。たくさん人がいるぜ。よーみんなこんにちは。お前たち最高だぜ。お、みんなウミガメの挨拶知ってんだな。嬉しいぜ。あ、でもちゃんと知らないやつを見つけたぞ。ガイドさん。はーい。こっちの後ろの方だ。前から2列目の一番中の通路側に座ってる大人だ。あー、こんにちは。こんにちは。名前なんていうの？ゴーです。ゴーで合ってる？合ってます。クールな響きじゃねえか。よし、ゴー、俺が最高だぜってやったら、ゴーは両方のヒレを高く上げるんだ。ぜひ覚えてくれ。よし、ゴー、他にもさ、知らないやついるみたいなんだ。ちょっとお手本になってくれ。もう一回やろうな。よし、みんな、ゴーの方を見て。いくぞ、ゴー。最高だぜ。やるじゃないか、みんな拍手だ。すげえいい男になった。ありがとう。よし、じゃあ今度はガイドさん、こっちの前にしよう。一番前の一番中の通路かは頭に穴子刺さってる。こっち見ちゃう。こんにちは。こんにちは。あ、かわいすぎる。名前なんていうの？浜のひな。合ってる？浜田です。浜田ひな。ごめんな、浜なひな。合ってる？はい。あ、よかったぜ。浜なひな、今日はさ、誰と一緒に来たんだい？ママとパパと、おばあちゃんと、あとママの妹です。ああ、そうか、しっかり教えてくれたな。ありがとな。よし、じゃあちょっと親同士話したいな。パパとママの方、開けて。ああ、隣か。あ、じゃあパパ同士話してみようかな。いや、こんにちは。こんにちは。名前なんていうの？シュウゴです。シュウゴ、よろしくな。じゃあさ、パパであるシュウゴにちょっと聞きたいんだけど、浜田ひなからさ、ねえパパ、あれだに、これだに、これはどうしてなのとか、いろんな質問された経験ってあるかい？あります。ああ、そうかそうか。いや、実はさ、俺の息子のスクワットもそうなんだよ。シュウゴ、俺たちパパ同士、バッチリ気持ちが通じ合ったな。シュウゴ、浜田ひな、教えてくれてありがとう。いや、実はさっきもスクワットに聞かれたんだ。ねえパパ、人間ってなんであんなに僕たちと違うのってさ。で、俺はこう答えた。わかんねえ。だから今日は人間について教えてほしいんだ。協力してくれるなら元気にヒレ上げてくれ。さあどうだ、お前たち最高だぜ。ゴー、それだ。よし、じゃあスクワットからの最初の質問だ。ねえパパ、人間って何を食べるのだってさ。じゃあまず食べることが好きなやつ開けて。さあどうだ。嫌いなやついっぱいいるんだな。あ、下ろさないで、あげたままにして。じゃあどうしようかな。あ、ガイドさん、こっちの後ろにしようかな。3列目のさ、端から3番目かな。切り上げてくれてる。そう、君さん。よ、こんにちは。こんにちは。あ、名前なんていうの？リカです。リ、あ、もう一回教えて。リカです。めちゃくちゃ怒られた。ごめんな、リカ。君の大好物って何？ラーメン。お、それどんな食べ物？なんか汁に麺が入ってる。
計分かんなくなった。そんなのがあったな。俺はさ、海藻が大好きなんだ。わかめ、海苔、昆布、わかめ、海苔、昆布、こうやってバランスよく三角に食べるんだ。ね、俺の体こんなに大きくなったんだぜ。ちょっと立夏にクイズ出そうかな。俺の体重何キロぐらいだと思う？67。ガリガリじゃねえか。俺300キロさ。じゃあ君も好きなものをたくさん食べて300キロ目指してくれよ。教えてくれてありがとう。みんな立夏に拍手送ってやってくれ。よし、じゃあ今度はみんなの番だ。俺に質問があるってやつ元気にひれ上げてくれ。何でも答えるぜ。よし、じゃあまずクラッシュ、前の子前質問あるみたいだぞ。ありがとうランク。ガイドさん、こっちの前にしよう。はい。2列目の中の通路から2番目、そうそこの君さよ、こんにちは。こんにちは。あ、名前なんて言うの？川田優太です。ああ、よろしくな。俺に聞きたいことなんだい？好きなご飯なんですか？海藻が大好きなんだよ。わかめ、海苔、昆布、わかめ、海苔、昆布。デジャブ。食べ物の話大好きだぜ。じゃあ君の好きな食べ物教えて。ハンバーグ。お、それはどんな食べ物なんだ？どんな形？丸とかいろいろ作れる。お、そうなのか。人間はいろんなものを作れるんだよな。ちなみにどんな色してんの？どんな色？茶色。そんな食べ物があるんだな。教えてくれてありがとう。今度スクワットにも教えるぜ。みんな川田優太に拍手だ。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ次の人もあるやつ開けて。後ろの大人でもいいぞ。あ、ガイドさん、はい、ごめんな。こっちのさ、一番後ろの一番端なんだ。元気真っ先に開けてくれた。ちょっと待ってね。ああ、そうそう。ああ、ありがとう。よ、こんにちは。こんにちは。名前なんていうの？大沼玲奈です。ああ、よろしくな。俺に聞きたいことなんだい？なんでもいいぜ。何歳ですか？ああ、出てきたな。君は何歳？5歳です。まだ卵から帰ったばかりじゃねえか。俺は150歳なんだぜ。でもまだまだ若いんだ。その証拠に見てくれ、俺の腹6つに割れてる。意味わかんねえよな。話してきて嬉しかったぜ。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ次の質問のやつ開けて。さゆか、あ、じゃあもう一回前の方。あ、ガイドさん、はい、じゃあさ、こっちの前にしよう。一番前の中の通路から2番目で真っ先に開けてくれた。そうそう。名前なんていうの？西ゆりです。西ゆり、聞きたいことなんだい？昨日のご飯は何を食べましたか？昆布だ。お前たち最高だぜ。あ、そうそう、みんなに聞きたいことがもう一個あったんだ。こないだビーチでこんなものを拾ってきた。あ、これこれ。あ、これ人間のもんだよな。バツバツ。あ、名前ついてんの？バツイ。これ使って一体何するんだ？ああ、そうかそうか。道理で面白いと思った。こいつは岩の上に落とすと無限の体に「さあ行くぞ」って言うんだ。それしか言わないんだよ。教えてくれてありがとな。お前たち最高だぜ。よし、どんどん行こうぜ。ずっ、こんな
壊れたか。ハロー。ハロー。あ、ベイリーじゃねえか。ちょっと呼んでみよう。おーい、ベイリー。クラッシュ、やあ。あ、いたのか。ハロー、人間。なあ、ベイリー、得意のエコロケーション見せてやってくんねえか。見てて。うー、何か見えてきた。うん、わー、ポップコーン大事そうに抱えてる人がいるけど、よっぽどお腹空いてるんだね。じゃあね、クラッシュ。アーベリー、なんだ、食べ物か。そのポップコーンってやつ上にあげて俺に見せてくれ。どんなやつ。そのでっかくて硬そうなやつそのままかじるのか。あ、違う。クラッシュ、中に入ってるんだよ。あ、中が見えたってことか。エコロケーションすげえな。あ、誰かできるかな。あいつにやってもらおう。ゴー。ちょっとさ、エコロケーションで俺のヒレが何本上がってるか目をつぶった状態で当ててみて。まず両方のヒレを頭の横に持ってきて。さあ、目をつぶって下向いて、下向いて。で、俺が目を開けてって言うまで絶対にこっち見ないでくれよ。そのまま当ててくれよ。じゃあ今からエコロケーション、うーだ、せーの、うまいぞ、集中して。よし、ストップだ。まだ見ちゃダメだぞ。じゃあ俺のヒレ何本上がってる。1本。目開けて。正解、みんな拍手だ。カエル、カエル、カエル、カエル。パパ、パパ、カエルに乗ってサーフィンしようよ。わかった、わかった。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなに会えてすんげえ嬉しかった。お前たち最高だぜ。バッチリだ。今日は本当にありがとな。また話そうぜ。バイバーイ。クラッシュ、バイバーイ。皆さん、クラッシュに大きな拍手を。クラッシュに会いたくなったらまた遊びに来てくださいね。出口は後ろです。お忘れ物がないようにご注意ください。ありがとうございます。